とりあえずですね、体重が減りましたので、ご褒美にホッケ買いました。久々に味のついたお料理。こんばんは、リリネコちゃんです。にゃり。今夜はダイエットの続報をお送りします。早速ですが、まずはこちらを見ていただきましょうか。どうぞ。さあ、今大野市の、町病院で雇いレジ健康診断受けました、まあ、結果は、来週月曜日ということみたいなんですけれども、体重がとりあえず93キロになっていました、1週間ぐらいサラダだけを食べるという生活でしたけど、まあ、ちょっとは減ってましたので、まあ、効果があったのかなというような感じですね、まあ、なんか今ですね、無性にちょっと塩辛いものが食べたいので、ちょっとホッケをね、ちょっと買ってきたいなと思ってます。93キロということで体重が減ってましたので、ホッケを食べてまた明日からサラダダイエットを開始したいなと思ってます。さあ、というわけでして 97.3kg スタートでしたので、まあ、健康診断で計量したら 93kg マイナス 4.3kg 減。9月24日の木曜日にサラダダイエットをし始めて、まあ、本日は10月3日の土曜日ですので、まあ、約1週間でマイナス 4.3kg は、まあ、いい結果ではないんでしょうか。番組後半に再度家の体重計に乗ろうと考えています。お楽しみで、先ほど健康診断後にお話しさせていただいたホッケ、うちお祝い的な感じで買ってきました。画面切り替えます。とりあえずですね、体重が4キロ減りましたので、ご褒美にホッケ買いました。久々に味のついたお料理、いやー楽しみですね。半分とりあえずお昼食べて、半分は夜にしようと思います。でまた明日からサラダ生活に戻ります。来ました、半分。でもですね、野菜もうこれからちょっとこれはね、買うのやめようかな。あの人参だけどね、野菜はちょっとDD苦手ですよ。まずね、人参があんま好きじゃないのに、これ人参だけなんだよな。緑葉緑野菜、緑葉食野菜ミックスって書いてあるけど、ほとんど赤な人参なんですよね。ちょっと今度はね、考えて買わないと、ちょっとこれね、さすがにこの人参の日はね、きついですよ、正直。今日はね、ホッケをちょっとプラスしたんで、なんとかいいんですけど。いやー、この人参は本当に美味しくない。人参嫌いですもんね。しかし、人参だけのサラダは本当に辛いですね。日を分けて、小分けして食べればいいんでしょうけれども、まあ、面倒ですので、まあ、パックごと食べているような状況です。さて、1週間のサラダダイエットの振り返りとしまして、まあ、問題点がいくつか発覚しました。そこをちょっと今回掘り下げていきたいと思います。一つ目は、サラダはどうやら1週間分のまとめ買いは、まあ、来週からストップしようかなと考えています。まあ、しなしなっとするだけならいいんですけれども、なんか腐ってるようなね、感じが見受けられました。まあ、ですので、来週からは毎日3食分を、まあ、めんどくさいですが、仕事の休憩中に買いに行こうと思います。まあ、少しでもね、新鮮なものを食べたいですからね。さて、もう一つ問題点。たまに仕事でお付き合いで、まあ、ご飯があるんですけれども、まあ、今回もそうだったんですけれども、やっぱりサラダというわけにはいきませんね。まあ、結果がね、今回出ていたからよかったんですけれどもね。まあ、今日もホッケを食べていますが、まあ、そこら辺は、まあ、基本サラダで、まあ、臨機応変に行こうと思います。さて、さらに問題点が一つ。食事の後のトレーニングですが、比較的お昼は、まあ、お昼休憩中なのでしているんですけれども、朝と夜は基本トレーニングができていませんでした。まあ、忙しいというね、理由をつけていたものの、まあ、これから、まあ、今日から早速改善していきたいと思います。あと、まあ、サラダ、唐揚げ、お茶という この3つを、まあ、ワンセットとしていましたけれども、まあ、お茶をちょっと水に変えていきたいと思います。まあ、理由はですね、はっきりしていませんけれども、上司にちょっとアドバイスをいただきまして、まあ、今後ね、話のネタとして、まあ、できるので、まあ、今回切り替えていこうかなと思ってます。まあ、ダイエットがね、成功した暁にはね、まあ、専務のおかげで痩せました。と、まあ、いうようなね、お話もできるんじゃないかなっていうね、ちょっといやらしい気持ちもあります。あと、ダイエットの先駆者の方からダイレクトいただいております。まあ、サラダダイエットはどうやらリバウンドするそうです。まあ、プロテインダイエットがいいのではないかというお話でしたが、まあ、これは2ヶ月後から、まあ、開始するか検討中です。ツイッターで勇気をもらうとさらに効果が上がるんじゃないかということでしたけれども、まあ、時間もね、ツイッターをやる時間も作れそうもないので、まあ、DD は、まあ、この DD キティ TV で応援いただきます。まあ、たった1週間でいろいろ問題点やら、まあ、応援やらで、まあ、DD はとても戸惑っております。本当 DD キティ TV を応援していただいているのに、まあ、ダイエットまで、ね、応援いただいている状況で本当にありがたいです。まず成功させること、
、まあ、そして維持することが大切なのでしょう。まあ、とはいえスタートが 97.3 キロなので、まあ、痩せやすいは痩せやすいですよね。その100キロの人が50キロになるのと、70キロの人が50キロになるのではちょっとスタートが多分違うんでしょうね。まあ、今日からまたちょっと問題点を整理し、まあ、実行し、また皆さんに中間報告できればいいなと考えています。さてまずもう1回ですね、家の体重に1回乗っておきましょうか。乗ってみましょうか。また軽くなってますね。どうやら健康診断より少なくなっているようです。まあ、なんかですね、痩せる効果がどっかにあったのでしょうか。まあ、スタートがあの体重計だったので、まあ、それに合わすとしたら 97.3 キロスタートで 91.9 キロ、1週間でマイナス 5.4 キロ。まずは順調ということでいいですよね。まあ、しかしながらまだまだ数値だけの話です。お腹に相変わらず浮き輪がついていますし、背中にも肉がついている状況です。まあ、これを来週またねシェイプアップしていきたいなと考えています。そしてですね、実はここからがおまけ映像として皆さんに見せたいものがあります。まあ、ここまでねご視聴いただきありがとうございました。まあ、ここまで見ていただいた視聴様向けに、まあ、今日はですね Amazon から届いたものを開封、少し、まあ、早送りでやっていきたいなと思っています。まあ、買ったというより作ってもらったというか、ではとりあえず見ていただきましょうか。今日は何を買ったのか、まあ、何を作ってもらったのか、ちょっと見てもらいましょうか。皆さんお気づきでしたでしょうか。2つ箱があります。まあ、1個目はですね、何が出てきますでしょうか。1個目はですね、ポスターフレーム。さあこれに何を置いているかと申しますと、こっちですね。DVD もね、現物は見てませんのでね、何が出てくるか。じゃん、インターネットでですね、ある写真を A2 サイズのポスターにしてくださいという形で依頼しました。で、それがこれになります。まあ熱心なね、DDKTTV のファンの皆様の方でしたら、もしかしたらあの写真じゃないかと思ってる方もいるかもしれませんけど、その通りあの写真です。の写真です。覚えてますか。見えるかな。あの写真です。 DD が太って、ここがお腹がの肉が垂れて床についてるっていう、あの伝説の写真です。この写真をポスターにしました。ちょっとね入れますので、今からだいたいこの写真をですね、現像にお願いする、引き伸ばしにお願いするっていうのは結構恥ずかしくてですね、恥ずかしいですよ。多分これね、送った担当者はなんだこの写真と思ってたでしょうね。さあ苦労しましたが、なんとか見てください。なぜ DD が、まあ、この写真を現像したかと言いますと、戒めの意味ですね。もうこの時の自分には戻りたくないっていう意味で、このポスターを、まあ、後ろに、ね、飾りますけれども、飾ることでもう二度と太った DD はもう卒業だというような感じでポスターサイズにしてみました。さあ今夜はここまでにしましょうか。いやー、ホッケ美味しかったですね。まあ、DD は明日からも引き続きダイエット頑張ります。 DDKTTV と合わせて応援どうかよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタン、歯磨きを忘れないでください。いい夢見てください。おやすみ。